はいはい、ということで今回はなんか面白そうな役職入れてやります。なんかボッパーとかっていう弾け飛ばす役職があって、ボンバー普通のボムじゃないらしい。どうやら普通のものじゃなさそうな、なんか結構ヤバそうなやつがあって、ちょっと楽しい、お楽しみに。はい、でリビルゲッサーとジャッカル一応います。ジャッカルと村川、シェリフ、スワッパー、シーヤー、スパイ、もう編集で付け加えてください。もうなんか毎回質問説明してるんで分かると思います。です、いきますか。はい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 、じゃあいろいろやります。ボンバーです。何て言いました？ん、暇人人狼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 、シェリフの人、シェリフの人、噛んで噛んで、妖怪護者保育士、出てなくても殺します。妖怪護者殺します。来て来て、お、あ、シェリフ、シェリフ、あ、なしなし、多分これ黒、黒じゃ、黒じゃない、黒寄りの白っていう日本語わかる。黒寄りの白はどっちでしょう。白いけどちょっと怪しいって意味、怪しいって意味。ヘルスか、どらしい、両方姿が見えねえ。おぉ、馬面さん、こんにちは。こんにちは、馬面ハギだよ。姿見えないのか。見えねえ、マジで二人とも見えねえ。暇人さんどこ行ったんだろう。クリおい、押すなよ、絶対押すなよ、押すなよ、鍵ボタン押しちゃおうかな、押したろうか、押したろうか押していいのか、押すなよ、押していいのか。なんか範囲が出てるよ。なんかやばくね。あ、ほんとだ。よっしゃ、大丈夫だ。なんかゆらゆらしてなかった今、なんか、うん、なんか死ぬぞ、なんか揺らいでったよね、何かが右の方で、わーって、なんか銃トーマスデイット。やばい、カエル君どうした、カエル君、いつものカエル君じゃないぞ。カエル君、多分ですね、ペニガキは絶対違いますね。ペニガキと紅茶は絶対違います。どういうこと、トーマス君は噛まれたの。ウマヅライギン君さんも多分左側に行ってるはず。ナシ、ナシ、ヘルスか、ウマヅラ3人で。メインホールで死んでました。ホールが死んでた、はい、了解。ドン、はい、オッケー。ですね、爆弾に関してはですね、ペニガキとポーチは絶対違うと思います。絶対違う。はい、俺とイニも違うよ、まあ、なんか俺ら二人でびっくりしてた、うん、なんかおかしくねとかって言って。マズラも左の方、うん、円のところ的にはメインホールのあれかな、あ、多分暗闇のところか。そう、ヘルスカも絶対違う。ナッシュ、ヘルスカ、マズラは絶対違う。左にいた、うん、と違いますよ。トマスが噛まれてたら知らないけど、あと暇人ベノム、アーケンさん浮いてるの。俺は貨物は一人脇で、貨物からラウンジアーカイブことしたらジリジリなってるから。俺電気室でデルトイニンとすれ違ってるから、多分デルトイニンは絶対ボムじゃない。うん、もうその死亡場所ってメインだったんだっけ。そう、メインです。僕がメインホールでタスクして終わって出たら、メインホールのシャワー室のところで死んでた、うん、メインホールで、あれ、爆弾の被害者にはならなかったわけ。ならなかった。なんか、俺分かんなくない、まあ、怪しい位置なの分かる。電気室だから全然容疑者です。あー、全然噛める位置でもあるのか。暇人ベドもちょっと気になるあたりで。だから俺は貨物一人だけ、他で湧いてないでしょ。湧いた方がないから、まあ、どっちかは繋がってるから。トーマスをボンバーが噛んで、その下に近づけないためにボムを置いたんちゃう。あ、そういうこと、そういう役職なのね。占いです、なし黒でした。違う、はい、なしでいます。スパイ、スパイ、スパイ、違う、なし、占いだっけ。占いだっけ。いや、占いなんかいねえよ。あ、いないんだ、やべえ、俺いると思って入れちゃった。占いなんかいねえよ。え、でも俺白くない、これ。スパイ殺してんの、いきなり。これめっちゃ俺白いじゃん。俺隠しろだろ、もうこれ。もう隠しろでしょ。え、占いなんていないけど、なんか占いしよう。え、知らない、なんか普通になしつろっかなと思っただけ。いや、別にな、いつものノリだよ、別に。なんの意味もないよ。え、でも俺白くない、俺白くないか、だって。めちゃくちゃ白い、めちゃくちゃ白い。確かに。めちゃくちゃ白いぞ、俺。
占い師なんていなくない？いないよ。じゃあ、なに、ナッシーに集まった七票は？あれだ、人誰とも会わないよ。あ、いた。ベノムさんとヒマジンさんってさ、通った？ない。こちゃん？あ、停電だ。なんて？ベノムヒマジンって通った？こう？ヘルスカ消えた。あ、いたわ、ヘルスカいた。あれ、はい、アッケンさんが消えたよね、逆に。あ、いた。いるいる。ルパルパ。スーパーカー。ルパルパスーパーカー。これ、少なからず、うん。ベノムヒマジン。あ、いた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 。あ、ヒマジン下いるし、ベノム今右行ったぜ。なるほどね。めっちゃやばいな。ちょっとあれだ、カエルくんついてきてほしい。カエルくんついてきてほしい。オッケー、いいよ。俺はベノムさんを噛む。え？俺ベノム噛む。あ、閉めた。まあまあ、俺隠し子だったし、なし、すまんな。確かにな。上のゴミ捨て。なしてボタン入れんかじゃ。ボタン押すぞ俺。What？ 私死んだ。ベノムとヒマジンが噛んでました。上に出てた。はい。連打してたらなんか普通に。はい。でこれ下いけすまで時間かかるんだこのモッド。いやまあどっちでもまあまあヒマジンがクリーナーって分かったからベノム釣ればいいっちゃね。なんか下忘れてたとかって言ってるからこいつクリーナーでしょ。これマジで殺し始めて何ベノムのマジのゲスターかイビルか。クリーナーだったら別に。ありがとう。釣るまでよくわかんないけど。ベノムさんからでいいんじゃないかな。ベノムでなんかキッチンとかの方に巻いた人を走ってほしいかも通信に。ヒマジン出ろヒマジン出ろ早く。確かに。どうしよう。これ欲しきゃ欲しいけどな。オマーだったのかな。まあまあいいか。変なことされる前にちょっと死んでいただいて。ヒマジンさん、ヒマジンさん。あ、そっちか。やばい。やめて。皆さんやめて。あ、どこ行った？ラッキー。誰か来ないと、誰か来ないとまずいぞ。あ、直す。向こう噛んでるかな、ヒマジンさん。ヘルスカ直してみてくれ。何？ヌーベじゃない。いや、ナッシー、別に占い師いないしね、しかも。向こう噛まれてるな、向こう噛まれてる。さあ、直せ。あ、ヒマジンいる。アキさん。どちらかが犠牲になろうか。え、これ聞こえてる？え、アキさん？なんで突っ込まない？なんで突っ込まないんだ？どちらかが犠牲になろうか。これ殺すしかない。ジャッカルで殺せばいい。ジャッカルか、ヤクザルか。オッケーオッケー、先行くぜ。ちょ、なんで離れてくの？ごめん。あー、てか下やるわ下やるわ下やるわあー、俺の方が無理だ。遅かったー、ガチかー。よーしよしナイス。よしそっち行けたらいけー。ナイスで、だから、ジャッカル俺の。そう、ジャッカルがいるのよ。で、ジャッカルだったら、カエル君はこんなビビんないから、多分アーケンさんなんだよ。アーケンさんがジャッカルだと俺も。なんかね、オッケー。逃げ具合が、アーケンさんちょっとさすがに臭すぎた。カエル君が一発目に突っ込んできたんだよね。ジャッカルだったら、ここ待って、俺が噛んだと髪能力なくなってから。ジャッカルなの？ちょっと待って。え、ってこと、人外法？え？人外さん。え、そうだよ。そうでしょ。だから、アーケンさん釣れば俺はこっち。で、思ってる。でもどうだろう、カエル君はジャッカルじゃないと思う。今の反応見てもさらに。だから、俺でも2人おるし。まあ、勝てますか。まあ、アーケンさん釣りで。紅茶ヒマジンが人狼なの？いや、違うが。今の反応的に、そうだね。いや、違うが。カエルとヒマジンじゃない。俺とカエル君だね。なんだこの人は最高で嘘つくの。アーケンさん、あんたもう勝てねえな。ナイス紅茶さん、よう左あんだけ食ってくれたわ。俺一人しか食ってないけど。そんなに怖い。あ、そっか、一人か。噛んでくれてるやろって踏んで、普通に。下で、ご利用していかんの。やっぱいいな。あの二人になると、やっぱこの人数だったら、やっぱ覆せるな、このマップ。2-2です。2-2で固まるべきだったか。いや、まあ、アゲサジャッカルだから、どっちにしろ、まあ。ダメだ、かまい。終わりと。はい、アゲサ。早く。早く。しゃ。よーし。マジか。よーし。これマジか。よーし。さあ、コロチェを始めようか。
カエル今日なんか、なんかやってない？カエル君なんかやってない今日。カエル君大丈夫ですか？今日多分やってる、今日やってるよね、多分。なんか、今日なんかさ、お薬決めてるくない？お薬決めてる可能性あるよね、なんか。ちょっと怖いんだけど。もうあと、キルンボタン連打でしょ。しっかり固まってた。あざーす。よいしょー。固まってたー。固まってたー。ちょっと待って。固まってたー。くんさん。くんさん。固まってたー。占い師って何？占い師なんて。え、ちょっと俺占いだから、占いだから俺分かった。くんくんなんか適当なこと言いやがってよー。いやでもなしでも黒だった。黒じゃない。スパイだし、しかも。ハロー持ってったアジア。どうも、はじめまして。どうも。カエル君、カエル君楽しいね、今日。なんか、すごい。なんかおかしい。カエル君、今日なんかすごいね。大丈夫、出れる。大丈夫だよ。ハッピーハード決めてる。ハッピー、前向きになってるのかな、カエル君、なんか。お薬決めてるし、やっぱり。全然、正常です。決まってる。おい、マジで。全くルーメントなんだけど、もういらな。全正常です。絶対正常じゃないだろ。怖い。え、なんかどうした、どうしたのか。あ、なんか後でなんか動画に出してて問題になりません？カエル君なんか今日おかしくない？明らかに。あの時実は決まってましたみたいな。あれ、動画で使えるじゃん。実はちょっと出さないでほしくてって言って。アーケンさんについていくか。ま、わしは死んだらアーケンさんだ。どうした？ん？クンさんとかにアーケンさんについていくかって言ったから死んだらアーケンさんってことだよ。うわカメレオンだ。ってことはね、アーケンさん、僕が死んだらアーケンさんのせいになるんだ。なんでなんでなんで。ボタン早っ。ボタン早っ。あ、死んでる。超える死亡。たまらした。これもう薬決めすぎただろ、絶対。たまらした。お。でもさっき言ったよね。クンさんはずっと見てるからありえない。暇人も違うよ、多分。え、だって、クンさん、暇人、馬面さん違うよ、ね。馬面ってなんで押そうと思ったの？いや俺はもう普通にナッシーとずっと一緒にいたよ。いたいたいた。ナッシーペニは絶対無理。自分もアーケンさんと見合ってたから多分アーケンさんもいる。ベニアキナッシーってのはそれずっと見てた。ずっと見てた。マジでずっと見てた。ずっと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 。ヘルスカは？死体の僕は宿舎前通路に湧いてバタバタして助けた。紅茶は？ああ俺貨物車で一番最後に湧いてそのまま一人で貨物に役割です。それ湧いてで今メインホール役割あります。お対抗してくるじゃん。カエル君の脇位置って対抗ではない。対抗って別に役いくつあるから別に対抗ではないやろまあ確か正論だな、まあ、逆に怪しい。全部対抗なんですか。か移民アーケンのペアか。いやそこだと2ペア見る。なしはだからペニガキ。なしペニガキ。途中俺も結構全然あるけどね、ラインになるかも。うん、なしペニガキも全然別にある。カエル君の脇位置上がってないんだったら意味なくない。一応俺もキッチンちょっと遅脇一人やったの。え、わからんけど好きなとこ入れれば。え、待って。あ、いいよ。ああ、なし立てる。別に俺、なし入れましょうなんて一言も言ってないですね。いや、まあそうですよね。好きなところまあ入れればいい。いや、なんか、いや、まあ、怪しいところ、今のを参考にしつつ怪しいところ入れればいいんちゃう。まあな、なんか。でも、なしは違うね。なんか、ペニガキ声おかしくないの？ピロピロの音質がやばい。なんかさ、お前さ、お前なんか、お前だけ COD の声。スキップ入れんなよ、スキップ入れんなよ。全員入れて、全員入れて、全員絶対入れて、全員誰かに絶対入れ、誰かに絶対入れ、誰かに絶対投票、誰かに絶対投票、誰かに絶対投票。あー、割れちゃったなぁ。まあこれでどっか入れ切ればいいんじゃない？なんか。ちょっと散らばって。これで。ナッシーか紅茶か決戦票入れれば。そう、決戦票入れれば。ナッシー範囲の方に。めちゃくちゃ散らばってたから入れ切る言うでもなんか、むずくねえかな。どうなんだろう。まあ、なんだ俺的にどっちかってもヘルスカなんだけどな。ちょっとある。証言が。証言しゃばかったな。てか紅茶がいいと思うけどな。あ紅茶って。なし残って、なし残って、なし残って。アンケンさんから多分大丈夫だと思うよ。向こう行って、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 もういい。なんすか。俺じゃあこっち行く。うん。
マシュラさん、なんで僕に入れたの？怖い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 よ、マシュラ来てください。エルスカが怖い。でこれでなんかナッシはなんかノリで釣ろうとしてるから、まあ紅茶釣ったらいいんじゃない、うん、紅茶釣って色見て、はいはい、俺役あるって、役あるって俺だから。いやあるじゃん、まあそれ、まあ役ある。じゃあ役開示してもいい、もうどうせ釣られるんだから。じゃあクルーメイトナッシ別にあなたを開示あなた開示してくれたは一言も言ってないですよ話いやいや大事な情報だよ、ナッシがクルーメイトだしね。確かに、確かに。さん役なんだろう。それさ、俺が開示したらトーマス君の方も開示しようとならん。なんで？なんで？対応だから。クッキー今いくつあるの？いやいや、だトーマスは。あ、じゃあいけるか。1票とかしか入ってなかったし、多分。うん、自分が入れた。だから紅茶さん、ナッシーさんだから。役言ってもつるんだ。言うで俺じゃん。言ってみろよ。まあ、しょうがない。スワッパー、スワッパー、スワッパー、スワッパー。ああ、じゃあいいじゃん。じゃあ思いのほうがいい。紅茶入れればいいじゃん。これ入れた。じゃあ全員紅茶に速攻で入れて。速攻、全員すぎて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 。紅茶すぐ自分に入れてスワップしろ。スワップしろ、スワップしろ、まずは。スワップして自分に入れて。できる。ちなみに僕は。は？え？人狼か。人狼なんじゃね？多分。タスクやってないのか、スワッパーだけど。あれ何やってんのあの人。うるすぎ、うるすぎ。あ、僕も知らなかった。タスクやってないからそこできないんじゃない。スワッパーでタスクやんないのバカだぞ。タスクは絶対やるべきだよ。あ、僕も知らなかった。タスクやってないからそこできないんじゃない。あ、停電だ。やばい！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 解除できる！解除できる！やばい！やばい！やばい！これタスクしてなかった、タスクを。えっと、あった場所がエンジンルームね。エンジンルームから最後に来たの誰？ユニンさんだったもん。ナッシー、キッチンとユニンさんで。なんかさ、ヘルスかなんかさ、上になんか、こういうキャラ。なんか上にこんなのついてたっけ、ヘルスか。どうでもいいけど。ユニンさんが、ユニンさん。こんなついてたんだ。これ俺のボールっす。ここの場所にいるとなんかね。ここの場所にいるとなんかね。あ、おい。ユニ、あ、ゲーサーについてきたって言ったんだけど、なんで誰も聞いてなかった。え、待って、ペニゴキ爆弾仕掛けてたんだけど、どういうこと？え、僕が仕掛けた。ごめん。あ、おい。ユニ、おー、ユニさん。なんで？いや、わからん。え、でもこれなんか人狼抜きの可能性もあるから。イビンを何読みで？ボマボマボマっていうかボム。イニンがボムね。え、じゃあ味方がイニン抜いたってこと？じゃない？なイビルゲッサー。意味わからんけど。意味わからんけどな。まあそれはそこと逆にここで決め打って役出してもいいじゃない。待って、あのさ、イニンってさっきアーケンが死にあるって言ってたから、さっきカエル殺したのはイニンじゃないと思う。アーケンが本当にあのトロール村じゃない限りは。まあそれはそう、確かに。今ナッシが役出させようとしたらイビルゲッサーとしか思えないんだけど。え、違う、そこまで考えられない、そこまで考えられない。ナッシはグルーメイトって言ってるから、こいつ黒の時意外と役語るから多分違う。なんでそこまで分析されてんの？確かにこいつすぐシェリフっていう。なんで分析されてんの？はい。で、初動で噛めないのがクンサと俺目線はね、暇人ね。はいはいはい。で、ナッシペニワキも無理、ナッシ目線は。まあ僕もボタンのところで噛んでたらあれだけど。え、結局浮いてんのヘルスカかトーマスヘルスカじゃない。まあ、浮き位置であってナッシートーマスが取り合ってるかだけど、ナッシがすごいから。ナッシはトーマス取ってないよ。ナッシペニガキ、ナッシペニガキがトーマスとトーマスヘルスカで決戦投票って、なんか投票したらいいんちゃうの？今何奇数だっけこれ。ベノムさんとクンさんじゃない。奇数だよ。イビルのベノムさんとクンさんは噛めない。暇人ベノムくんが、暇人ベノムくん3人振動ってことはありえないから。イビルが落ちてる時点でもう30のないから。イビル残ってるけど、ユウはシェリフでアーケン噛んだで以上です。ああ、じゃあイニンアーケンそのままじゃあ全員スキップしない。あ、でもわかんないよ、あのジャッカルかもしんないから、もう多分何の証明にもならんの。俺でもいいと思う。イニンアーケンってラインあったら黒黒だと思うから、ジャッカルはないんじゃない。俺はヘルスカ入れる。スキップする。俺はあるから。ここなんかまたあれじゃない、なんかサボタージュ入れられて。イニンやってください。見えるというか。ナッシーはことごとく逆だなぁ、みんなと。ことごとく逆のところになんか飛んでいくね、ナッシーくんは。あとジャッカルと人狼か。え、これどっちだと思う？ペニガキなんで下に来たんだ今。ほら。ペニガキなんで下に来た、あいつ。
アーカイブから下がったの好きだね。トーマス、とっとと死んでもいいと思うけどな。あっ、あと1か。あと1人、あと1人、あと1人。タスクやる意味あるかな。最近ね、アモンガスによるタスクの必要性が全然わかんなくなってきた。こんなところで噛まれたらもう死にもクソもないな。完璧な考察じゃない？ナイス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 。まあ、イニアーケン黒黒のラインだよな。ってことはまあ、多分動いてなさそう。あと一人、あと一人。あと一人は多分動いてないんじゃないかな、まだ。え、トーマス適当に尻をぶっ放して死ねば、なんか確かに、はい、多分これはもうヘルスか、まあ、もうヘルスかで間違いないね。これ置いとこうで、もしなんか なんか置いとくか。あ、通報用語だ。馬座見かけに伝えておく。言っとく、オッケーオッケー。通報しないでだって、下の死体は。え、言っといたよ、言っといた。アーカイブから下に降りてきたんだよね。何が、は、何言ってんのお前。いや、ナッシーも見てるから、まあ、それはもう嘘じゃないんだけど。この話じゃんお前、大丈夫か、アドマ。口悪っ。なんであんな口の悪い子になっちゃったんだろう。それはこの会話いたらそうなるか。いやー、なんか心苦しいね、さすがに。トマス君、はい、あのさ、俺ボンバーの詩を知らなくてさ、ペニガキの真後ろから化け物ビュって出てきてさ、あ、こいつもう黒だからヒマジさんスパイだわと思ったら。なんでさ、トマス君に殺したの。口悪っ。ダウンロードタスクやるって言ってずっとついてきてたから。感情釣りだって。そういうことか。デンデンデン、私はナシ。そう、ナシの国から生まれた王子様ナシ、ナシ。え、もうここまでしてさ、タスク頑張る必要ある？もう諦めよう。やっぱ何事もね、逃げることも大事よ、なんだかんだ言ってね。で、そういう逃げてる間に死体とかを見つけたりするもんなのよ。あいつっていいなんかもう。感情釣りだって。そんな、なんか、ね、いや、でも、あずらさんが釣りたいって言ったら、でもそれは。いやいや、だってさ、普通になんか人狼だったら、湧いた直後に停電起きてるなんて思わないから、アーカイブから降りてきたよ、あいつ。僕とナッシーがシャワーからアーカイブに上がってる時に、停電中にね。でもそれ言うんだったらトーマス君も上がってきたから、多分ね、あんまり言えないかも。あ、なしなし、ちょっと待って、押さないでね。これ、そこ押さない。僕の死だから、うん、あのサボタージュで困った時にしたいって。オッケー、じゃあなし、金庫室はいいが、タスクなかった。お、回った。全員生きてる？書いてるんじゃないの。はい、何ですか。うん、まあまあいいんじゃない、ほっといて。スパイ来ないで。お、あの、ペニガキと、なんかナッシーが両黒だったらだるいから。あ、ペニガキ潜って、あ、スパイだ。ペニガキスパイ。それ言う意味ある。俺聞こえちゃったからね。ベノムさん、ベノムさんは。バーカごめん。そんな罵倒されるなんて思わなかった。自信持てよ。うーん、自信持てよ。自信持てよ、マイマイ。自信持てよ、マイマイ。暇人でーす。暇人くんでーす。暇人が俺の目の前で買い見ました。どうもスパイでーす。よろしくお願いします。はい、どうする。暇人さん、まあまあいいんじゃない、とりあえず暇人釣れば。暇人さん、なんか弁解しない。あっこで抱かれてくんのか。見てなかった。暇人黒だったのか。まあ何もしてなかった。入れますか。くっそ、あ、てかそうだ、あれ俺普通に残り1人って、俺バグだと思ってた。え、人狼残り1人ってあれ。いや、やっちゃった。あ、そういうことか。なんかイビルゲスサーブみたいな感じで思ってたのか。バイ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 。お前の負け、俺の勝ち、イージーベイビー。お疲れな。さあ、来ましたね、ジャッカルのターンです。だいたい予想ついてたんだよな。マジンかヘルスカだったから。
ベルスカが白っていうのはなんかさっき言ってた。ジャッカル何してんの？こっからなんか打開する術あんのかな、ジャッカルは。まあ運ゲーで勝てるかって感じ。これ最後わかんないな。わかんないね。なんかあの理論上はここで通行してつきまくるのが一番可能性高いんだけど、まあ、5人だからね。押すか。いや、ワンチャン押していいよ。俺かベノムかナッシーかかな。ペリガキはスパイでナッシーで、うん、ヘルスカは違う。まあ、ナッシーかベノムか俺。いや、まあ、俺もクルメイトです。うん、ベノムはクルメイト。ヘルスカはいや、ヘルスカ別にいいんだって、なんでも。ヘルスカ違うって。だって、トーマス君がヘルスカを噛んで弾けてるから。そう、ヘルスカ隠しろだから、ベンガキとヘルスカで相談して決めてもらっていい？確かに。クルメイトって何人？3人しかいないんじゃない。だから、まあ、大体7人、7人だから5人クルメイトかな。あ、結構いるね。いや、別に、なんか、ここです。もう確定だから、この3人の中に。そう。うん、あんまり選ぶことだな。どうだろうな。これ外したらだいぶきついよな。確かに。え、そう、これでなんか人狼の嫌がらせで、あれとか入れられると結構きつい。自分の知るやつなんかあるかな。ナッシは賞味白いと思ってんだよね。おっ、クンさんといたぐらいしか分かんない。クンさんでもな、2人きりじゃないからな。どうする？ナッシじゃない気がするな。ペニガキとナッシがヘルスカのクルメイトとは言わないかなぐらい。ヘルスカの近くに誰かの、なんだっけ、トーマスの死体があった時にジャッカル、あーでもジャッカルならあそこ痛がるかな。なんか殺す、ワンチャン人狼に殺される方がだるいから、なんかジャッカルの方があいつ死体のそばに痛がるような。ベノムがジャッカルだったらちょっと怖いかな。ベノムさん、ジャッカルだと押す？ミーティング。いや知らん、そんなことは。なんか押さなくて普通にこれ噛んで、噛んだ方がいやー、噛み抜けないでしょう。よ、3人ジャッカルで噛むか、普通。はい、ペリガキとヘルスカ決めてください。俺はナッシー6、ベノム4ぐらい。ペリガキさん入れる。違う違う、ペリガキは絶対違うぞ。あ、絶対違う。あ、は一番はっきりしないと、はっきりしないとダメだと思う。待って、クルメイトか、クンさん、マジか。ベノムさん、びっくりした、急に俺って。ああ、僕バカ、すいません。これ全員で動こう。ナッシーのカメラも、ああ、これはベノムさん、危ないぞ。鳴らしてあげるか。鳴らせ、鳴らせ、いけいけ、暇人。はい、鳴らしてあげよう。優しいね。あげ。使いたいって伝って。なし、ここで、なし、逆に怪しまれる位置だから、ここにいとくわ。そうで。で、そこ、二人で右行って、二人で右行けば、どっちが噛まれても大丈夫だから。マジでやばい。いやー、間に合うか、これ、大丈夫か。何が起こってんだろうな、右側で。くそ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 、あー、くそくそだ、終わってるこのゲーム。あー、ナイス。時間がない。これスパイ弁当な、移動できないんだよな。なんか、あー、なんか最後の投票でペノ、ベノムさんに入れたかったけど間に合わなかった。あれ。どうもない。よっしゃー。ごめん。鳴らしてないのに。あれ入力したら、そっか。いや、それ鳴らしに行かないんだったら逃げればよかった。なんで帰って行っちゃったの？あれはなんかずっと入力してないとダメかなって思って、でベノマさんが戻ってきちゃったからもう終わりだって思って逃げた。